どうすりゃいいんだよ。瑞希と顔合わせらんねえよ。こんな時に世界がバラ色になんか輝くわけ。どうして男子校に入ったかとか、俺はずっと騙されてたのかとか、どうでもいい。瑞希は瑞希だ。男だろうが女だろうがそんなの関係ねえ。俺はお前に惚れたんだベイベー。こうなりゃ無敵のベストカップルになって、誰もが羨む子供の授業参観日を迎えようじゃねえか。シャルイダンス。